こんにちはこんにちは今日はお昼配信ですこんにちは今日はライトをつけなくても明るいこんにちはやっほーおやつタイムです <laughs> おやつないけどこんにちは こりちゃんの声聞きたかったよ。ありがとう。嬉しい。この時間助かるあ。本当ちょっと今日は昼夜あれなんで昼にしちゃった。こんばんは。昼じゃないかあ。久々にゆっくりでありがとう。昨日ぶりです。皆さん。ん、なんだ。これなんか？なんか出てきた？なんか出てきました。なんかのポイントがなんちゃらこれなにこれ？ 誕生日,誕生日こんばんはこんにちはやっほー前髪いい感じほんとしい <laughs> なんかめっちゃ短くなっちゃったんだけどあ誕生日のあそうなんだそんなのがあるのか知らなかった誕生日 CP ってなんだなんだろう こんにちは。<laughs> 今日はたい太郎子。そう、今日太郎子。前髪ね、ちょっと切ってないんですちょ,ちょっと切ったんですけど、こんなに短くなると思わなかった。ちょっと短すぎ。まあ、いっか。こんにちは。<laughs> キャンペーンが CP って何ちょっとアイロンかけ、アイロンかけていいですか、髪の毛。さっきやったんですけども。 お、おすすめバーム買ってきた嬉しいありがとうシュクラバームアイロンねしたくないんですけどねしたほうがいいんですよ <laughs> こんにちはこんにちはは <laughs> 短すぎますですよね <laughs> 短いよねやだこんぐらいはあったほうがいいんだけど今日も元気で何より元気元気いつだって元気 コラワームおしいよね一週間の買い出しうわっ大変だ頑張ってねハンドクリーム塗ろうどこのでもない前は皮膚科にもらったハンドクリームだったけど今はマジで市販 <laughs> こんにちはハンドクリーム外羽そう外羽みたいなおんま おはもうゴリゴリリよ <laughs> こんにちは私元おンマ湯なんで元でもない研究生の時に1回だけおンマ湯で過ごした期間があってそうはじめましてはじめましてえこれおンマ湯やだ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 あひどきくんさんお誕生日おめでとうございますサッピーバースデー素敵な一年にしてください おめでとうそろそろ衣替えそうなんだよねでもさ私そこまで服の種類なくてさなんか衣替えするほどな,なんて言うんだろう一箇所に全部入ってるから衣替えの必要ないんですよねアルミラクチンおめでとうすべすべになったこのハンドクリーム1位って書いてたから買ったやつもうもうすぐ。 なくなっちゃいそう売り上げ1位って書いてたっけ何かが1位だったの今日はちょっと暑いえ思った今日ちょっと暑いですよねめっちゃピンクそう冬物沈んでないのなんか全部出るみたいな服すぐなんか夏でもすぐ上着があって出せるくらいの狭さ合理的全然 こんにちは。これから夜勤。えー、今からえ、そっかそっかそっか。頑張って電、ね、話してる。こんにちは。いいものかさばらないかさばらない。ない <laughs> ねえ、ほんとに嫌だ前髪どうしよう。帽子かぶるとか帽子かぶったら抑えられるかな。帽子かぶったら抑えられる 前髪短いとね、顔が大きく見えちゃう。うん、うん、うん、収納上手全然だよ。ミニマリスト <laughs> ミニマリストなんかななんか、置き場がそんなにないからさ、なるべく、そう。こんにちは。こんにちは。あやちょさんに似てます。あやちょさんえ、嬉しい。ありがとう。え、あやちょさんって、ど、ど、どの ありがとうございます。こんばんは。違う、こんばんはじゃない、間違えた。こんにちは。こんにちは。実際のところ、必要なものってそれほどない。あ、そうですよね。確かに。それでもちょっとかる。<laughs> こんまりさんに対抗してない。対抗してない。あ、そう、泉に誕生日メッセージ送ったよ。 そうそうそう泉の誕生日です今日は誕生日だし16期オーディションの最終アトラクションですアトラクションオーディションですね今日こんにちはこんにちはハロプロの方ですお、ハロプロの方え嬉しいありがとうございます嬉しい うううんんんそう今日です、ね、すごいよね最終審査の日に受かるって最高のプレゼントじゃない <laughs> こんにちはいや今日遊園地のテレビ見たからさ引っ張られちゃったあセレクションはねまた別なんですよそう3時の後にまたセレクションタンプレだよねすごい西武園 えっとね、ディズニーだったっけな <laughs> 存じ上げない方に似てるお礼言っててかわいい <laughs>。いや、嬉しい。誰にでも似てるって言われたら嬉しいです。こんにちは。こんにちは。太郎に改名しないでください。太郎って方でもたまにいらっしゃる。桃太郎。桃太郎って太郎あ、桃。 桃太郎じゃなくて桃太郎かだからそれは違うかえっディスニー行ったのいいな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 桃太郎そういえばアイロン温めてること忘れてたでもイアイロン当てると痛んじゃうんだよねするするする ジェットコースターする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 えっ引っかかったなんか髪がいたんだなって思うめっちゃそりゃそうだよね6年間アイロンし続けたらそりゃいたのか <laughs> なんかねこの前ねコンサートのモニターに映った自分の髪の毛を見て 私こんなに傷んでたんだって思ったショックこんにちはヘリコプターの区切りって何ヘリ,フリヘリコプターの区切りあこれがヘリでこれはヘリじゃないってこと分かんないディズニーはアトラクション派パレード派食べ歩き派えー、食べ歩き派かないやでもアトラクションも好きだけど乗らなくても乗るでもどっちでもいい かなって感じ結局エクステするのをしたいですしたいと思ってるしたいですでもそのちゃんと予約とかは取ってないそう今の時間終了時は珍しいそう珍しいかもしんないうち基本夜配信なんでエクステ楽しみ本当。やった今日は夜配信できませんごめんねこんばんは いや生誕祭でお披露目はしませんなんでかっていうと生誕祭で変だったら嫌だから <laughs> 先にお試しでやるなら31の前にやりたいです31が生誕ではないけどその誕生日の前にやっときたいだって変だったら嫌だもん、うん、こんにちはこんにちは色はピンクにしたいなって思ってる 変にはならないかなわかんない。やったことないから怖いもん。こんにちは。こんにちは。でもさ、何事もやってみるのも大切かなって思って。<laughs> そんな、そんなほどでもないか。チャレンジ、チャレンジ。こんにちは。部分 X って、うん。 なんかさここからちょっとあるみたいなのやってみたくてそれをやってみたかった元気だね元気だよ変だったら取ればいいしね染めちゃったらもう取り返しつかないけどよいしょ挑戦あそれインナーカラーそれそれそれ それやかわい可愛いなって思ってコンサートにすればよかったね今思えば <laughs> もういっかその時はまだやる勇気なかったからピンク似合うやったこんにちは解明してないよということゆきいんさんとかもしてたえっそうだっけやつだっけ 何色だろうおしゃれに目覚めた香り <laughs> こんにちはああシミュレーションのアプリ自分が髪を染めたらどうなるかってアプリそういうのあるんだめっちゃ楽しそうあゆちゃんしてた嘘してたえいいつだろう見たい 意外と私人の髪見てないのかなもしかしてそれか自分がその時はエクステに興味なかったから見てなかったのかなそうなんだどうなんでしょうかこんにちはこんにちはえー、やってみたいなでもでもお母さんお母さんはお母さんは最初はめっちゃ反対っていうか昔はねしてたんですけどあの もう好きにすればって言われました <laughs> こんにちは <laughs> こんにちはうんお母さんよく否定してなかった <laughs> そう反対っていうかもう別になんかなんでもなんかなんも好きなようにし,しなって <laughs> そう お母さん髪染めてない一度もその私の一家で髪染めてる人いないんですね一人も誰も染めてないこんにちはみんなおしゃれに興味ないから <laughs> うちの家族ねおしゃれに興味ないんですよだからねあの誰もやってない <laughs> お兄ちゃんとかが大学生の時は染めてたけどそれ以来やってないですね でもお父さんも染めてないそうみんな染めてないです白髪染めもしてないんじゃないか分かんないしてたらごめんね多分してない気がするイメちゃん楽しみにしてるよありがとうじゃあいつかエクステつけるね <laughs> じゃあ俺もだってあ俺もこんにちはこんにちは にゃにゃっでも便利ですよねエクステって今思ったけどだって便利じゃない自分の髪は染めなくていいんだよ楽ちんじゃない楽しみイエーイお手軽 <laughs> 昔は髪染めイコール星星なっちゃったて,て言う みんなエクステつけてきたらもし <laughs> みんなでエクステしたい <laughs> お話し会でエクステつけないのあでもそれまでにもしつけてたらお話し会もそうなってるかもしれないさきちゃんエクステえわかんないエクステなのかなあそっかそうかもそうだ髪伸びてるもんねだってあシルバー流行ってるんだそうなんだこんにちはこんにちはこんにちは シルバーってさ、キクコキクちゃんぐらいのキクちゃんとか急に言ってごめん。あの、キクコだっすよね。岩掛けるの。あれシルバー、あんな感じってことあ、そうだ、岩私、岩掛けるの時に派手髪やってたね。でもあれはカツラなんですよ。そうだ、一回やってんじゃん、派手な髪 <laughs> でもあれは派手すぎるちゃった。 派手どころの問題じゃないもん派手すぎた。だって、赤色やったもん。<laughs> あれで自分が似合うかわかるな。いや、忘れてた。あれめっちゃ派手髪だって。キクちゃん可愛いよね。めっちゃ可愛かった。本当に。ランキクも、ハーちゃん、ハータンキクもどっちも可愛かった。こんにちは。こんにちは。 金髪はねそりゃんか面白そうだけどでも勇気いりません急にできないだってさ茶色にも染めたことなくて急に金はちょっとちょっとさすがに勇気が出ません <laughs> こんにちはこんにちはなんかお仕事とかでしてくださいとかならできるけど自分からはちょっとこう何かハードル高いそうこちらこんにちはカツラとかならいい 女の子はおしゃれが楽しみだね。そうだね。女のそれ。みんおしゃれだよね。いきなり派手紙がインパクトある。ほんとに眉の脱色したことあるない。うん、眉の脱色って眉を染めるってことない。こんにちは。こんにちは。びっくり品場じすん。 <laughs> 眉染めかわいい声してるね。ありがとうございます嬉しいやった <laughs> 眉は染めたことない。眉眉染めれるの永遠に黒髪でお願いします。わかりました。わかったよわかったよこんにちは、こんにちは うんうんうん、うん、あ,あそっか会社員とかだとね染めれない AKB 髪染めて女子受けにシフトああどうなんですかねでも女子受けって言っても女子だとしてもその髪染めた 女子が好きじゃない女子もいるかもしれないからもう人によるんじゃないですかねこんにちはこんにちはこの人にはウケるけどこの人にはウケないっていうのは一生つきものだと思うから何ていうか全員に受けるのはねのこういう紙とかそういうの以外でもなんかそういうの以外のさこと自分のやりたいこととかそういうのでも絶対難しいと思う万人受けて。 どんなことでも絶対全員に気に入られるなんて無理なんだよ。って思う。その AKB とかだけじゃなくて、社会とかでも多分分からんけど。<laughs> 何事もそうなる気がする。そう意見って揃わないよね。揃ったらもう奇跡。タトゥー入れてほしい <laughs> タ。タトゥータトゥータトゥーって痛いやつじゃない <laughs>、うん ハトウはむずいな <laughs>。痛いんだ。やだやだやだ。怖い怖い。痛いの無理。こ、うんにちはこんにちは。深いよ深いくらい。<laughs> めっちゃ深いくらい。 こんにちは。あ、シールとかあるんだ。ええー、剥がれそうだね、すぐ。大丸東京行ってきた。ありがとう香里ちゃんの地毛色が好き。嬉しいありがとう私もね、気に入ってるんだ。でもなんか最近普通になんかアイロンで焼けた気がして悲しい。キティちゃんのタツ入れたい。ピアス可愛いけど怖い。<laughs> やってみたいけど怖い。痛そうめっちゃ。 無理無理考えただけで痛みがでもさ結構みんなやってるから多分そんなにさ痛くないんじゃないかなって思ってきた分かんないけどみんなできてるから自分にできないわけないじゃないですか多分多分ねあハロウィンシールでタトゥーあ確かにハロウィンシールのタトゥーてあハロウィンシールといえば皆さんハロウィンのイベントに出ます10月26日ですあ あのねしかもそれ16期なのみんな6人なんだけど16期なのぜひ来てくださいでも平日だった気がするいけるかなすごいよね16期でフェスなんて久しぶりだめっちゃ楽しみハロウィンフェスやったーあーじゃあゃいません 16期とというう枠組みってことはなんかありそうだね <laughs> 何もないで、ね、マジで本当に本当に何もないと思うこれだけは言える多分水曜日あっど真ん中かいや何もないとか言ってくれたらみんな来てくれなくなっちゃうなんかあるかもしれませんねわ <laughs> かんないけど曲はまだ決まってませんでも2曲だけ決まってます <laughs> 2曲だけ決ま,決まってます こんにちはあとはこれから決まるみたいそうこんにちはね今回8人じゃなくて6人こんにちはお兄ちゃんいるからめマジ気合いおてお兄ちゃんおら抱きつくやつは分かんないですやるか分かりません分かんない <laughs> こんにちは。一曲はバレバレ。<laughs> ハロウィンナイトとあと何だろうわ <laughs> かんないですよ。ハロウィンナイトするかわからないですもんだって。ハロウィン来てないし。<laughs> こんにちは。わがままな流れ星やりたい。<laughs> 決定になってる。ハロウィンナイト。こんにちは。こんにちは。 渋谷ハロウィンフェス確かにハロウィンフェスだからハロウィンナイトやるかもしれない <laughs> こんにちはこんにちはあリップグルス確かにリップグルスえあでも6人バージョンとかああそっかでも6人にしちゃえばいいのかどんなんだろう仮装するかわかんないどんな衣装かもねまだわかんなくてこんにちは えねえ、もしその日にさ、もうエクステつけてたらよいいよね。フェスだったらよくないおおわかんないけど、いけるか。こんにちは。逆にやらない方が早い <laughs> そんなそんななんかったらどうしよう。買い物から帰ってきて当ててみてるありがとう嬉しいこんにちは。だるい感じやりたい <laughs>。 だるい感じかおりちゃん出るから天国野郎しかもくるみちゃんもいるしね <laughs> くるみちゃんもいるからワンちゃん天国野郎は4人だから2ポジ追加すればできるね <laughs> ハロウィンっぽくていいハロウィンナイトなかったら悲しいあ本ほんとハロウィンナイトねめっちゃ難しいよ <laughs> B のメンバー4人もいる 本当だ B の4人が多いんだ B のメンバーが多いね確かに天国やあ今仕事あって帰ったお疲れさんねえねえもうこのネイル剥がすのが楽しすぎてさっきからずっと剥がしてるんだけどやばいあと残り3本 <laughs> こうね剥がすのがめっちゃ楽しくてなんかこうやっていい感じにペロってめくれるのがこうやってなんかこういう作業楽しい。 すぐ剥がれれるんですこれすこぐっていうかジェルネイルだからすぐ剥が自分ではがせる楽しいこの感覚がもうやばい配信始めてからこっちさもうめっちゃ取っちゃったやばいやばいは <laughs> がしたいから塗ってるう,うんこれじゃあここの指はがしをいくよこうやって爪をこうやって爪でほらペロほら楽しい 初期ありがとうございますめっちゃ楽しいですほらかおりちゃんが登場したら幸せうれしい生爪だったらいたい確かに生爪だったらいたっすっきかさぶたを剥がすかがあそう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 最後やばいこんなに綺麗に塗ったのに剥がしちゃってもったいないな ちょっと次は何色を塗ろうかなほらこてか今日めっちゃ怖い夢見たんですよもう嫌だったあのもうずっとなんか攻め敵に攻められて逃げ惑う夢です怖かったですなんか最初は AKB みんなで逃げてたんですけど途中で一人行動になっちゃったんですよもうなんか敵が攻めてくるから怖くて 敵敵はなんかかどっかの敵ずっと追いかけてくるの。で今から今から今から攻撃しますみたいな告知が来て「うわっ来る!」とか言ってみんなで逃げまとってさ怖かったー目覚めて安心したそう武器持たずに。 本当はいいやつらほんとにえー、危なかったよいい夢なの逃走中やないかい <laughs> 確かに <laughs> 武器もなかった夢占いしてないお疲れ様ですお疲れ様ですあねえ全部取っちゃった <laughs> 全部取りました 夢占いねしてみるねあとでそうそ怖かったんだよね悪い夢はいい夢ほんとせいはいインドネシアンおおセンキュー取ったやつください <laughs> いやー汚いですよ汚くはないけどなんかゴミじゃないですかこれも <laughs> ゴミなんてあげられません大切な皆様にゴミですこれは <laughs> 次は何色を塗ろうかなそういえば昨日もねお手紙を頂い,いたので楽しみ2日連続じゃない2日じゃないか久しぶりに最近お手紙コンサート期間は頂い,いてなかったので。 ここに音がします後で読みます欲しい嘘でしょこんなのよりちゃんとしたのをあげたいなんか他の他のものこんにちはえぇ、ー、みおりんさんえー、嬉しいえぇあんな可愛いいお方8の東京タワー登ってきたえぇ、ー、すごっえー、階段でえぇ、ー、すごい いいな。え、私もね、人生で一回は階段で行きたいんだよね。階段で登ってみたいの、スカイツリー。あ、間違えた、間違えた、東京タワー。スカイツリーに階段なんかないか。え、あるない。私、スカイツリー大好きなんですよね。東京タワーも。なんか、ああいう観光地の近くってすごいなんか好きなんですよ。なんか良くないですかあ、映画見てきたいいな、何の映画みんな日曜を満喫してる なんか私そのスカイツリーの周辺とかなんかすごい好きでそう前よく行ってた最近行ってないけども一人でスカイツリーまで行ってた <laughs> 寂しい人かな私って <laughs> メンバーを誘うでもなく一人でスカイツリーまで行ってスカイツリー見て帰ってたんですよ一時期いつだっけあれ3月ぐらいかな そう、ぼーっと散歩してた初見ありがとうございます去年かな今年かなどっちだっけなんか一時期めっちゃハマってた時あるそう,そう下町感がいいよねホームセンターに DNADIY <laughs> のつけあ材料買いに来てるおいいですね何作るの 何作るんだい外階段の掃除えらっ頑張ったねえ東京に住んでるのに行ったことないあそうなんだ岡山に住んでるけど岡山城行ったことないみたいな感じかな開業当初は行ったおおすごい開業した時は私まだ岡山にいたから行ったことなくて2013年におばあちゃんとおじいちゃんが旅行で初めて行ってお土産買ってきてくれて そのキティちゃんのお土産を今でも大切に実家にあります <laughs> そう東京お土産にテンション舞い上がってたこんにちはもうさ東京なんて手の届かない場所だったわけですよ田舎の私からするとなんかすごいそのなんか新幹線で行けば行けるんだけどそれすら無理なくらいなんかそんなお金出せないって感じだったから 今思ったらそこにいるのやばいですよね <laughs> こんにちは視界ツリって何のためにあるか知ってる何のために何のために電波テレビ塔わかんない何のためにある東京のため大都会岡山そうそうとか言って <laughs> こんにちは最善も届かない最善はいつか座れるように祈っている そんな香りちゃんも今や天国野郎 <laughs> こんにちはこんにちはあなんか地味に正解してたシティガール全然カントリーガールですえカントリーだけ田舎ってちょっと英語が英語に弱いんですかといって数字にも弱いんですでもかといって漢字もそんなに強くないんです 都庁の展望室そこお母さんが行きなさいってめっちゃ言ってくるめっちゃ綺麗じゃ綺麗ってう,うん東京タワーみたいなオーディションの時それこそ10月16日です5年前6年前の10月16日に初めて東京タワー見ました多分写真あると思う なんかその時多分サザエさんのコラボしてたんじゃないかなんかサザエさんのパネルがあってサザエさんと一緒に写真撮ったんですよなんか出てこないかな東京タワーそんなの出てこないか東京タワーサザエサザエさん2016 <laughs> そんな調べ方しても出てこないかな 東京タワーあ出てこないえ本当に2016年ぐらいにねサザエさんがコラボしてたんですよでもそんなの出てこないやめっちゃ覚えてるあとなんか「こんにちは」あとねなんかその東京タワーの下で多分大学生の方たちが「お水東京の水も美味しいですよ」みたいなキャンペーンをしてて。 東京の水と地方の水の飲み比べ、これぜひ飲んでみてくださいみたいな感じで飲んだこと覚えてる。それがその時だったかな、確か。そういうのも覚えてる。そうそうそう。あとね。めっちゃでも迷子になってたお母さんと2人で。これ、これどこーって。こんにちは あ、水道水か。そう、美味しかった。いや、正直わかんなかった違い。普通に美味しかった、どっちも。<laughs> 正直ね。でも私は、あの、ちょっといい人ぶってしまって、あ、いや、美味しいですね。さ、やっぱ違いますね。と言ったけど、全然わかんなかった、正直。どっちも美味しかった、普通に。でも、分かったような顔をしちゃったんだよ。うん、その横でお母さん見たら、こっちのは美味しいですね。<laughs> 親も同じことやってた。<laughs> ほ本当に分かったって言って「分かったよ」とか言ってきてえ「え本当に?」って言って <laughs> うちは分からんかったそう <laughs> いいお客様う <laughs> んあ昔東京の水は美味しくないで有名あそうなんだえー、水にまずいもん美味しいもんあるのかな <laughs> いい加減ないながきけ <laughs> そうだよいい加減だったんだよ <laughs> 違うよ あ、ねえ、学校の先生がよく言ってた昔。皆さん、いい加減はダメですよ。いい加減ですよ。<laughs> それが口癖の国語の先生いたんだけど。<laughs> いつも言ってた。古文の先生。いつも言ってました。皆さん、宿題はいい加減にしちゃダメですよ。いい加減でやってきてね。そういう先生なんですよ。懐かしい。こんにちは。なんか先生ごとに口癖ってありませんか あと英語の先生は「ね」「ね」が口癖で授業中に「ね」を何回言うか友達と数えてたことある <laughs> そう「ね」何か言うたびに「ね」を挟んでくるんですよはいこれはね「うんね」だから明日ね「ね」<laughs> ね「ね」みたいなちょっと「ね」「ね」じゃなくて「ね」なんです くるの、ね、って <laughs> あとねなんだっけななんだっけもう一個あったんだけどそうああとねなんだっけなそこまで出てきてるんだけどそこまで出てきてるんだけど思い出せないなんだっけなんか一時期めっちゃその。 言葉ばっかり言うマネージャーさんいたんだけど、なんだっけじゃあ、毎回はなんかさな、普通に聞いとったらさ、あんまりわかんないけど、なんかそれをめっちゃ言ってるなって思った瞬間にめっちゃ意識しちゃうの。あ、また言ってるみたいな。そう。口癖ってね、言っちゃうよね。なんだっけな。なんだっけ、忘れちゃったっけど。そう、なんかあ そう自分で気づかないときある私の場合は口癖じゃないけどあの眉毛が動くっていう癖があることが分かった <laughs> こうやってあ家に帰るまでが遠足ですっていう先生いなかったいましたいました <laughs> それマネージャーさんにも言われたことある家に帰るまでが善悪ですとか <laughs> はい」とか言って気をつけて帰ってねって言われたことある <laughs> 家に帰るまでが善悪これこれ AKB でも言われるんだって思って面白かった <laughs> そうそれはよくあるよね帰るまで気をつけてくださいねってことかおりちゃんの口癖は違ったらごめん <laughs> 久しぶりにマカロンちゃんに着替えたあいいなえ私本当にせりかちゃん長野せりかさんせりかちゃんの マカローンちゃんっていうキャラクターがめっちゃ好きで本当に好きなんですよで昨日かな昨日から AKB ショップでセリカちゃんの新グッズが発売であのマスコット買おうか本当に悩んでるめっちゃえでもね届くのが12月とかなのもう早く欲しい <laughs> 早く欲しいとか言ってかわいい本当に超大好き私セリカちゃんのアバター持ってるんですよなんんか当時そののリカちゃんの そう結構先でもね今すぐ欲しいぐらい可愛い本当にでもあっという間に12月来ると思うけどこんにちはそれでねそのねせリカちゃんのマカロンちゃんがめっちゃ好きであの,そのアバターを昔せリカちゃんのショールーム見たらもらえますって時があってその時にあのもらったのそう可愛くないですかマカロンちゃん本当に好きめっちゃ可愛い うん、シリカちゃんの口癖え知らないなんだろうなんだろうなんかとかえっかんないわかんない予想そんなこと言わないかあ拡散希望かなそれかなんだろうあれ口癖ではないか 読みで書いいてないけど言うどういうこと書いてないけどって <laughs> そうめっちゃ好きで前にェリカちゃんと遊んだ時にプリクラを撮ったんですけどそのプリクラに「マカロンちゃん書いてください」って言ってマカロンちゃん書いてもらったことあるこんにちはこんにちはそう本当にね好きなのマカロンちゃん かわいすぎる。あのキャラクターはもう本当にサンリオに加入してほしい。サンリオじゃなくてもなんかどっかの 3X さんとか本当にもうキャラクターですよあれはもう絶対爆売れすると思うかわいくて。めっちゃかわいい。めっちゃ好み。カリちゃんの写真買った。嬉しい。ありがとう。嬉しいよ。 ねえグッズめっちゃ可愛い似合うセリカちゃんにめっちゃ似合ってた <laughs> セリカちゃんと香織ちゃんでオセロ <laughs> 誰が色黒やねん <laughs> アットマーク以降書いてないけどってセリカちゃんあえ待って壇上読みってそういうことだから香織例えば太郎さんだとしたら 太郎アットマーク、香ちゃんしか見えん。みたいな、そういうことそれを自分で言うってことそういうことえ、めっちゃ面白い <laughs> めっちゃ面白いじゃないですか。太郎アットマーク、香ちゃんしか押してません。ってこと <laughs> 書いてないけどって言うってことそれで。あ、なるほどね。面白い。 セイカちゃんって大阪の方だからおもしい関係ないにしてもめっちゃ面白いよね <laughs> だから太郎って誰なの分かんない昨日間違えて書いて誕生しちゃった <laughs> 違うの普段は太陽の「陽」と「太郎の「狼」なんて間違えたりしないんですけど昨日はその書いてる瞬間に話しかけられてそれでなんかそれで意識が飛んじゃったんですよそれでなんか気づいたらボケーっと書いちゃってたの あ <laughs> そうやばっと <laughs> 見てますよね感じ <laughs> 桃太郎の太郎そうだから普段はちゃんと間違えないんですよたまたまです <laughs> 生写真買った嬉しいこんにちはたまたま間違えましたごめんなさい 太郎公園楽しみ太郎公園やりますかこんにちはこんにちはガチャしたらチーム B メンバーではないメンバーだったああそうなのガチャあっていうか今原宿でカフェやってますよねめっちゃ行きたいけどなんか予約制だったみたいこんにちは ちゃん間違いのように見てることに気づかなかったああもう確かあそういうこと確かに見てるんだよねそう AKB カフェやりたい行ってみたいメニューいっぱいあるよね見れるのかなえ予約制ですか皆さん行きましたカフェ メニューいっぱいあったいいなメキビカフェこれ東京の長屋あこれかメニューってどこで見れるんだろうメニューあ、これメイケビメイケビカフェって言っちった <laughs> メニューってしこんにちは ダジャレダジャレ、ダジャレ感あー、ザイリウムそうだ、いい感じ。ほんとメニューって調べ。うーん、どれだあ、これうちね、昔大阪のカフェ行ったことある。あ、東京もあるけど、大阪の AKB カフェ行ったことある。メニューってどれだ これお特設サイトあったあったえ美味しそうえグッズ可愛いねめっ,ちゃいいめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いグッズこれは選抜さんのだけかなそうだよね十六種類だもんねじゃあそうかえ可愛いえ美味しそうえ全部美味しそうなんだけどえジュースとかもある あ,あできたジャーバージャーハンうんネモハモラタトゥユーパスタ手羽元カレーです笑顔たちの涙サプライズバースデーケーキガンガンヘビロテフレンチトースト久しぶりのリップグロスパフェえー、美味しそう美味しそうだね いちごのギンガムチェック水色ソーダオレンジの丸い果実が浮かぶカラフルサイダーハートのフォーチュンクッキーいちごミルク前しか向かねえコーラ前しか向かねえコーラフ <laughs> ーラ <laughs> ええ面白いかわいいあコースターねコースターもあるってみんなすごいいっぱいあるねダジャレメニュー 行ってみたい、え、行きますか、皆さん。あーップ行こう、あ、大阪の行く、いいな。行ったことないから、行きたい、行ってみて、こんにちは、え、行ってほしい、え、行きたい。<laughs> 行ってほしいし、行きたい。あ、ランダム?。グッズランダムえ、全部ではないよね。 ランダム販売って書いたやつがランダムなんだタンブラーとかあるよメンバータンブラーポストカードセットハンドタオルあハンドタオル懐かしい私これめっちゃ集めてた昔あのちょっとなんかマイクロファイバーみたいな感じな、ね、うんなるほどオープン販売が自由でランダム販売っていうのがランダムってことかこうしてえ クスタとかもランダムなんだえ大変じゃんめっちゃえっ絶対当たらないじゃないですかえっ頑張ってくださいいや絶対当たんないってことはないけど16分の1推しメンが1人だったら2人だったら16分の2大変だランダムなんだ原宿 裏腹裏腹裏腹ってどこやそうなんやそこにあるんだアクスタ値段見てよ <laughs> なんか怒ってるかもしれんわあ高い <laughs> こんにちはよかった高いのか安いのかえでかいんじゃないじゃこれ大きいから結構するのかもしれないラバーキーホルダーえかわいいねなんかおしゃれだねカフェっぽいデザインだね あ交換会かちょっと高めなのかなそっかえー、かわいいねコースター MDF コースターって何 ?MDF って何ランダムハンドタオルとタンブラーあるあっそれはねあのねランダムじゃないみたいだよ選んで買えるみたいだよ 行ってみたいよね行こう一緒,に <laughs> 一緒に行こうとか言って私も行きたい等身大のアクスタやば、でかすぎでしょこんにちはみんなで行こうおこんにちはかわいいねめっちゃいいえどれ買おうかなえなど誰の買おうかなとか言って <laughs> こんにちは一緒に行,く行こう カフェイベねやりたいえ迷うね16種類もあるえ誰のにしよっかな迷っちゃうなオフ会えー、迷うねどうしよっかなえー、こんにちはこんにちは一緒に行ってくれるんか行きたい本当にみんなと。 <laughs> カフェに行く場室は <laughs>、すぐ着きそうやけどな <laughs>。すぐ着きそうやけどな <laughs>。グッズ見てる今、グッズ開いた。かわいい。ああ、これ結構、ああ、はいはいはい。木くずを圧縮して板にしたようなもの。おいおいおい。おいおいおいよ。わかった。あれやな。 こうやってほじくれそうなやつだよねなんか針とかでほじくれそうな素材のやつでしょわかる知ってるそれかそれ MDF って言うんだ初めてえい愛いえ欲しいなゆいりーさんの欲しいなコラボグッズ購入特典フライヤーって何フライヤーって何タイガーフライヤーあ旗か みたいなやつ違うあチラシか <laughs> あせやチラシや <laughs> なんでほじくるん <laughs> えなんかあの素材とほじくりたくなっちゃうあの針とかでこうやってこここってあワインのコルクみあコルクねコルクわかるコルクコルクもほじくりたくなりません <laughs> パンフレット的なカフェは全部電子決済あ そうなんだえこの前さだいぶ前だけど鈴葉ちゃんと行ったカフェが現金がダメみたいなところでびっくりした初めて行ったそういうところにえ現金がダメってえ何ならいいんですかって思ったら電子決済のことだったなんかさ別のさなんかそういう払うものがあるのか,うかそういう意味かと思ってえ現金ダメなんだって思ってそうなすごいねそんなのがあるんだと思って今頃はびっくりした マジでさ福沢諭吉もびっくりだよそうそうなんだあ増えてるんだへえー、あスイカだといいのかでもさスイカにそこまでお金入れてなかったらヤバいことになるペイペイとかならあるんだけどそうなんだなんでお金使っちゃダメなのあそういうこと面倒だから あええじゃあ未来の日本はお金なくなるもしかしてえじゃあさ電気が NG になったらどうなるのそうなんだペイペイえクレカ持ってるんですけど使い方分かんなくて使ったことないんですけど <laughs> えなんかそのあのクレジットカードあるじゃないですかなんか可愛いの持ってるんですけどなんか可愛いやつ なんかコラボしててなんかたまたまその時コラボしててかわいいカードもらったんだけど使い方が分からないえなんか違うんですよ分かるんですけどあの聞いてくださいよあのなんかネットで買う時とかにそのカード番号とかえっと有効期限とか入れるじゃないですかそれだったら分かるんですけどお店でどうやって使うのか分からないそうからお店で使ったことない ネットの時しか使わんえだってお店でさな何したらいいん出せばいいのそのさ暗証番号とかいるのその番号知らんのだけどえやばい私4桁の暗証番号なんかわかん作ったっけそんなのえそれがないと使ええ、その暗証番号って何どこでわかるあ店員さんが暗証番号教えてくれる 本当に？あ出したら分かるあっほやってみ最初に登録したえわ分かんないしたっけ再発行番号をえでもネットで買う時は暗証番号を使わないですよね使わないですよねなんで分からないんだろう私 まずいまずい知らんぞ覚えてないネットではやっぱ使わないんだそうだから私分かんないネットだとだからカード使えるんですけど店で使ったことないですネットでも使うときある暗証番号知らなくてもサインすれば OK あっそうなんだもしかない <laughs> えー、そんなのやったっけ <laughs> えわ、ー、かんどっかに書いてんのかな私自分もわかんないままお仲間発見え1031、ー、え,10えでも1031っていつも止められるじゃないですかなんか「誕生日はダメです」って言われません、ね、大事な番号の時あカード会社さんに聞いてみようかな確かに。 誕生日はダメってよよく言うよねなん何にしてもなんかさ逆にじゃあ大丈夫なんじゃないかって思っちゃうけどでもダメだよねそう「<laughs> 0811」はあってもすずはちゃんなんよ <laughs> そう裏を書いてでもダメだ適当に推測でやられたら一発でアウトってことだよ多分裏を書いても結局 <laughs> 結局そうなっちゃうから ダメですね他人の誕生日 <laughs> じゃあ皆さんの誕生日にしようかな<笑><笑>でもさあれでしょうカードさえなければその番号がバレても大丈夫ってことだよねそれのもバレちゃダメだけどえっ僕の暗証番号がおいちゃんの誕生日なんだけどゆ言ちゃダメ言っちゃダメ,ダメダメダメコメント消して めだ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 めほーんほーんとか言って無関心ダメダメ自分のことなんだからしっかりしてほーんとか言ってあそうなんだえなんだっけなんかにしたんだっけ全然覚えてないダメないいやそもそもね正直言うと私カードとかいらなかったんだけどそのかわいいデザインに惹かれてついう <laughs> このカードを財布に入れたいって心からそう思って可愛かったんですよ。そう、自分で手続きしたよ。2年前か1年前くらい。1年前かな。可愛いなって思って。アプリ入れ、あ、なんかアプリ入れさせられたけど、使ったことないアプリ。そう。もう全然わかってないんですよね。まあ、やっぱ現金が一番好きですね、私は。基本。 だって目,の目に見えるし安心する野口秀夫も微笑んでくれるしこんにちはカードも化け飼いじゃんそうだよ私全て化け飼いだよ見た目かわいいのを選んじゃうからそうそうじゃあちょっともう時間になっちゃった丈夫でしょろしょろラッキューあじゃあ分かったうっかり口走らない大丈夫大丈夫 あそういうことあ番号○○○だった気がするって言いそうってことだ大丈夫言わない <laughs> 言わないしみんな,なみんなのこと信用してるからそんなみんなには言えないとかそういうのないからいや言わないけどいや多分言えないし覚えてないからあの言わないけどみんないい人だもんだってだから大丈夫 いや,いや言ってないけど <laughs> こんにちは言わないけどみんなに言いたくないってぐらい信用してないことないよ <laughs> こんにちはじゃあもうきりよく4時になったらランキングしていきたいと思います悪人だよえー、嘘だいい人でしょ「<laughs> ショコラバーム買って衣装見てきた」あね待ってね私も行くからちょっと待ってて携帯の下4桁でもいいよ <laughs> だんだん心配になってきたぞ大丈夫大丈夫だから詐欺師にだまらすだまされませんよこんにちは詐欺師にだまされるんじゃなくてまず詐欺師に会わないようにしますねじゃあ会っちゃったらもうだまされちゃうんで会わないこと信じます <laughs> 過信しないでね過信させてよ過信していたのだろうか青春だかっこじゃん クレかないとツボ買えんよあツボ欲しいなツボ買いたい <laughs> 確かに騙されそう私すぐ信じちゃうからね危ないよ意外としっかり者だから安心してるよいやーそうなんですよねえへへ <laughs> 買ったらあかん <laughs> 買いませんよ天国やろ壺は100%詐欺だよ壺大丈夫使わないから買わないんだよもうそもそも壺ってあんま使ったことないし部屋で100均の壺で十分お花とかいけるとしたらね高い化粧品も買いませんあかんない物によるけど高すぎたら買いません 木魚 <laughs> も買いませんぽくぽくぽく可愛い壺は買います <laughs> 買うんかーい可愛か,かったらそれはちょっと考えちゃうよね可愛い,いなこの壺ってのそう <laughs> 壺も化け飼いそうだよ壺も化け飼いだよ<笑>,笑いの壺だけあればいい <laughs> うまいうフ <laughs> あ、4時ありがとう使わない仏像とか買わないの買わないよ仏像こんにちはじゃあ4時になったのでそうそうランキングしていきたいと思います消火器、ジュエリー、羽毛布団、不動産投資などごな <laughs> え消火器売られることあるんですかそんなことあるのそれもよくあるんですか不動産とかならありそうだけど 消火器いかがですかってえ本当ですか買いますえ買っちゃダメですよねやめときます <laughs> ちょっと待ってね今自分の配信をつけるねあ昔あったあそうなんだまあ安心ですよね消火器火事にあったら流行ったの消火器えそうなんだえー <laughs> じゃあそろそろランキングしますねこれじランキング入るタイミングってむずいですよねだってまだ話続いてるのに急にじゃあランキングしますっていうのなかなか難しい話ですよ皆さん何んかいい感じに話を終わらせてくだいませんか <laughs> いい感じになんか終わろう <laughs> 申し訳ないじゃないですかコメント続いてるのにさ急に「はいランキングです」だからコメントちょっと終わってください <laughs> 人に任せた。うん。コメント終わしてください。<laughs> 終了。<laughs> 無理です。あ、よーし。12時まで続けるぞ。やば。みんな時間あるの？じゃよし。お、途切れてきたなコメント。よし、じゃあランキングをしようかな。ん <laughs> 第13位はミケネコアットマークゆたんぽさんです。ありがとうございます。12位はケンタンさんです。ありがとうございます。11位はワカさんです。ありがとうございます。10位はクリームワンピーさんです。ありがとうございます。11位はあ間違えった9位はひーちゃんアットマークつむじさんです。ありがとうございます。8位は。

そして1位はコマネコマニアンのじいさんですありがとうございます以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でしたありがとうございます次はギストをくださった方の名前を呼んでいきたいと思いますえっとクロドイコールズシルフルさんあいちゃんさん 柳シアトとまかおりちゃんほんとかわいいなあさんパーフォリンさんはなちゃんさんうらかんさんバルサットマークピョンズさんコマネコマニアのおじいさんふみおさんかずなりさんピーちゃんさんいとうさんさんふみおさんターサンさんポンタさんぽんた428さんウィル6番さんジェイさんやなたけしトとまかおりちゃんほんとかわいいなあさんマッシュルームっちさんゆきかなさんしんきうやでさんクリンピーさんしんぐショールームさん アデちゃんさん水泳シアボーズフラモヒカワイン北海道さんトモさんフミおさん中川くんさんひーちゃんアットマークつむじさんリカさんマーボーさん大地さんフミおさんユうマさんアナノさんしゅうじさんマーボーさんワカさんみきねこアットマークユタンパさんジュナさんアットマークコロコロさんけんちゃんやでさんこまねこマニアのじいさんトトさんペンギンヒッパーアットマークイヤミンさん 新居親父さん、えいめいさん、ひだ浩二さん、わかさん、だらいやさん、ともさん、せやりんまるさん、ふみおさん、こみいさん、のんたちゃん、スーパーなぞみ2号さん、きむりーさん、ざきやまさん、こうぽんさん、とらさぽさん、せやりんまるさん、ときおさん、つばさほしいさん、ゆきかなさん、つばさわなちゃらさん、はーとまっとまくおひさまさん、ひろゆきさん、あつしあっとまくずんかおしさん。 パンチャさん、アズマンさん、まこさん、新規おやじさんですギフトありがとうございますいアリー風ですありがとうございます嬉しいですイエーイということで今日も私のショールームを見てくださったりコメントくださったりギフトくださったり本当にありがとうございましたすごく嬉しかったですそしてえっ、ー、となんだっけ なんだっけあっ占いしたいと思いますあーじゃあ今日はもう宣伝ですねラッキーカフェは AKB カフェだよ <laughs> 宣伝しすぎいいですよね AKB カフェって10回唱えるか行くかするとラッキーになるから試してみてくださいねっ <laughs> ねっねっあつぼそれ 壺って言ったらみんなの思う壺じゃん壺だけにそれでは皆さん回し物だははは回してやる <laughs> それでは皆さん今日もありがとうございました明日もみんなが楽しい月曜日を過ごせるよう応援しています今日もお昼からありがとうございました この後もゆっくりできる方はゆっくりしてやることがある方とかは応援しているので頑張ってください。では今日もありがとうございました。また見てね。バイバーイ。ありがとうございました。では、あ、メールは待っててください。この後も。バイバーイ。ありがとうございます。またね。では失礼します。バイバイ。